ヨゼフです。中学生の数学の問題について解説します。それでは、始まり。はい、中学校で習う方程式を使って算数の文章題を解く練習をしています。今回はですね、食塩水の問題、その4です。ちょっと難しいんです。どんな問題かと言いますと、2% の食塩水 A を 300g と、7% の食塩水 B と混ぜて、5% の食塩水を作りたい。7% の食塩水 B は何 g 混ぜればよいか答えなさい。実際にですね、中学入試に出るような食塩水の問題です。これを、X を使わないで、方程式を使わないで解くとなると、いろんなテクニックが必要です。でも方程式の知識があれば、それほど難問ではありません。で、まあ、方程式立てていただきたいのですが、私が勝手に X 決めてしまいます。7% の食塩水 B の量を X g とします。さて、方程式はどうなるでしょうか？できますか？いかがでしょう？はい、それでは解説していきます。7% の食塩水 B の量を X g としました。まあ、それちょっと置いといて。2% の食塩水 A、300g に含まれる食塩の量は、これは簡単に計算できます。300×100分の2ですね。.1。続いて、7% の食塩水 B、これ X g にしたんですが、X g に含まれる食塩の量は同じように計算できます。X×100分の7。続いて、2% の食塩水 A 300g と 7% の食塩水 B X g を混ぜると、食塩水の量はいくらになるでしょうか？足し算するだけなんですが。まあ、わかりやすくカッコ付きで書いておきます。カッコ300プラス X カッコ閉じるグラムですね。さて、5% の食塩水、実は2つの食塩水を混ぜたら 5% になっているんですよね。ということで、5% の食塩水が、カッコ300プラス X カッコ閉じるグラムできたことになっていまして、その食塩水に含まれる食塩の量はって言われたら、まあ、5% を100分の5としてかけるだけです。カッコ300プラス X カッコ閉じるかける100分の5、.3。ここでよく考えていただきたいのですが、2% の食塩水 A と 7% の食塩水 B を混ぜました。まあ、5% の食塩水ができたんですが、そこに含まれている食塩の量はですね、混ぜる前、分かっていて、それを足したものなんです。1番と1と2の式はね、それぞれの食塩水に含まれている食塩の量で、できた 5% の食塩水に含まれる食塩の量というのと一致するんですね。さて、1プラス2イコール3という関係が成り立っているのです。これを実際の式として書きますと、300×100分の2プラス X×100分の7イコール、カッコ300プラス X カッコ閉じるかける100分の5ですね。.4ということで。これで方程式自体できました。あとは解くだけですよね。これはですね、両辺に100をかけるのがいいと思います。100をかけると、分母の100分のは全部なくなってくれまして、残りの部分をちょっと計算していきますと、最初は600ですね。次、プラス 7X。最後はちょっとそのまま置いて書いておきますね。5カッコの300プラス X カッコ閉じるですね。で、上も展開しておきます。600プラス 7X イコール1500プラス 5X ですね。ここで、左辺にあった600は右辺に移行してマイナス600。右辺にあった 5X は左辺に移行してマイナス 5X とします。7X マイナス 5X イコール1500マイナス600。左辺は左辺で計算して 2X。右辺は右辺で計算して900ですね。2X イコール900。ここで両辺を2で割ります。分数の形で書いておきました。2分の 2X イコール2分の 900。X イコール450ですね。この450がズバリ答えです。7% の食塩水 B の量は 450g です。いかがでしょう。ところで、小学生はこのような方程式を使わないので、他の方法があるんです。学校ではなかなか教えないと思うんですが、天秤法というのがありまして、それを知っていたら、よくわからないけど、なぜか答えが出てきてしまうという、そういうやり方です。どのようにするかというと、2%、5%、7% というのをですね、天秤の目盛りであると考えます。で、2% の食塩水 A と 7% の食塩水 B を混ぜて 5% の食塩水を作りたいので、5% のところを天秤の支点だと考えます。するとですね、目盛り打っておきましたが、2% から 5% っていうと、まあ、1% が1メモリだとするとですね、3メモリですね。5% から 7% だったら2メモリ。ということで、つまりのことですが、A から支点までの距離対 B から支点までの距離の比は3対2なんです。ここで、理科の時間に勉強するような力のモーメントの性質を使います。赤い三角印の左側は、300g の重りがそこにぶら下がっているんですが、3メモリなので、300×3 とします。で、赤い三角印の右側は、まあ、四角の中にどんな数字が入るかわからない。四角グラム。四角という、数値を、まあ、計算する問題ですが、四角のものを使いますね。四角かける、メモリが2個なので、四角かける2。まあ、これは実は方程式の一種なんですけど、この程度の方程式だったら小学生でも使えるということで、2のような式を作り出すんです。300×3 は四角かける2。ここで、ま、180度回転すると後の計算簡単で、四角かける2イコール300×3。左辺のかける2は、これも小学生レベルでですね、右の方に持ってくると、なぜかわけわからないけれども、掛け算の2は割り算の2になるんですっていう、そういう教え方だと思います。四角イコール 300×3÷2 です。計算したらもちろん450。一体何をやったのかよくわからない小学生の方が多いんですが、これで答えは出てしまうんです。この天秤法を知ってましたか？まあ、今さら覚えてもね、中学生は役に立たないんですが、小学生だったら断然この天秤法がおすすめです。いかがでしょう？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいね。チャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら。